薬毛温泉は、北海道二見郡薬毛町鉛川にある温泉である。鉛川温泉とも呼ばれる。2種類の源泉がある。ユーラップ川支流鉛川上流に、宿泊施設、薬毛温泉おぼこそう及び日帰り入浴施設、おぼこレクリエーションセンターが隣接して立つ。宿泊施設の客は、日帰り入浴施設をそのまま利用できる。 施設名は近くにそびえるおぼこだけに由来する。おぼこレクリエーションセンターは男女それぞれに内風呂と露天風呂を備える。下水かけ流し方式。蒸気の2施設のほか研修宿泊施設、小牧荘にも温泉施設があるが一般利用はできない。周辺には鉛川温泉キャンプ場がある。明治時代にはこの付近にあった鉱山から 温泉が湧き出し利用されていた。後に、高見米太郎が浴場を作り、高見温泉と呼ばれた。高見温泉は、昭和初期には、鉱山会社の保養所となった。これとは別に、約1キロメートル上流に、温泉宿が建てられ、鉛川温泉と称していた。これら二つの温泉は、1969年の鉛川鉱山の閉山とともに閉鎖された。 1974年、八雲町は、旧高圏温泉付近で、温泉掘削に成功し、翌1975年、甲州浴場、長営ヤク温泉を開業した。1980年には、増改築し宿泊施設も兼ねた、長営ヤク温泉を母子層となった。2005年に、長営温泉を閉鎖、同年民営にて新築をオープンした。 同自動車道約もインターチェンジから約 17km、車で20分。ありがとうございます。